東京メトロ千代田線で開業時から活躍する車両の展示会、千代田線車両の技術変遷展が今日から江戸川区の地下鉄博物館で開催されます。展示されている車両模型は開業時から活躍する6000系とその後継車両としてさらなる省エネ系を実現した1万6000系です。この2車両は鉄道愛好家団体鉄道友の会が性能やデザインなどで最も卓越した車両に贈る賞、ローレル賞を受賞しました。6000系は1972年に前面が左右非対称など斬新なデザインを採用したことが、そして1万6000系は去年省エネに特化した永久磁石モーターを採用したことなどがそれぞれ評価され鉄道界の名誉ある賞に輝きました。このほか千代田線が建設された経緯や歴史についても紹介されています。この展示会は8月5日まで江戸川区の地下鉄博物館で開催されます。